今日さ、ポンちゃんとね、ゲーム始める前まで今日の布団の中で寝てたの、いつも通り。たら急にポンちゃんが私にキャン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 増えてくるから、あこいつなんか知らんけど怒ったと思って、ケンピもえ、そういう態度を取るのはね良くないよって、そういう悪い子はあっちの部屋です、その布団の部屋から追い出したの、ポンちゃんで扉を閉めたの。ポンちゃんそういう風に扉を閉めるとだいたいクン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 言って、あのカシャ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 扉開けてくれよっていう風に、反省したからさってやってくるの。当然それがあると思ってゲンピは扉を閉めたんだけど、20分経っても何もなかった何もありませんでしたね。あ、別に、あ、ケンピと会いたいわけでは、あ、ない。ないのかなと思って、チラッと扉の隙間から見たら、床で寝てました。あ、ケンピはいらない。あ、なるほどねと思って。いやー、びっくり。ケンピはいらないそうです。本当にケンピがいらないみたい。泣いちゃった。そう、もうマジでな、ケンピいらないみたい。そう、ケンピがクンクン言うが、マジそれ。全然だって扉開けても、普通に床で寝てたから、ケンピが呼んだもん。ポンズポンズ寂しいんでしょで、チラってこっち言うて、ふんって無視された。え、ポンズとか言って寂しいんでしょチラふん。みたいな。ケンピから会いに行った。すいませんでした。すいませんでした。ポンズさん。本当にすいませんでした。で、仲直りした。ケンピ勝てへん。そう、ポンズとの駆け引き。いや、マジむずいよ。恋の駆け引きばりにむずい。